多分生き量の話なんですけど、物理的に干渉してくる話僕もありまして、以前ですねお仕事を一緒にさせていただいた映像の制作会社のプロデューサーの男性の方がいらっしゃって、でちょっと数年前の話なんですけども、新橋の駅でコンパみたいな、まあ、コンパってほどではないんですけども、男女、同じ人数でここ飲み会があった、会食があった機会がありまして、でそのうちの一人の女性が僕に話してくれた男性に誰がどう見ても好意があるなっていう感じだったらしいんですね。ただその男性はその女性に興味がなかったので、まあ、一次会で解散してで連絡先も交換しなかったと。ただ当時 Facebook とかがすごい流行ってて、で Facebook ですごくメッセージとかをたくさん送ってきたらしいんですよ。で Twitter もあんまり触ってなかったのに DM が来ててみたいな感じで、 SNS でいろいろこう連絡をしてくることが多くなったと。でそれがちょっと気持ち悪いなと思ったので、共通の知り合いを通じて注意してもらったんですね。したらもうそれは全部やんだと。でそこから数週間ぐらい経った時に、映像の制作会社なので結構てっぺん回って仕事することも多いんですね。で深夜にお家に帰られて、でマンションまでたどり着いて、自分の階が4階ぐらいだったんですけども、4階までエレベーターまで上がって廊下が続いてるんですけども、自分の部屋の前に誰か立ってるんですよ。あれ近所の人、こんな時間に誰か出てるのかなと思って近づいてみたら、以前合コンみたいな飲み会で一緒に行った女の人が立ってたと。でオートロック開けて入ってきてるっぽいんですよね。なんでどうやって入ってきたのっていうのと、なんでここにいるのってことでいろいろ質問したんですよ。でも全然質問に返してくれなくて、なんかブツブツこう、なんかあなたのことが好きでみたいなことをこうブツブツボソボソ言ってたんですね。でその後にいきなりこうなんですかね、勝手にテンションが上がって果物ナイフ突き立ててきたらしいんですよ。でとっさに男性はこう 手をこうかざしたんで、手刺されたらしいんですね。で痛ってなって血出てきて、いやこれ何やるんですかと、じゃ警察呼びますよって言ったら、それでもまたブツブツ言ってると。で大騒ぎしたので、向かいか奥の部屋のご年配の女性がドアを開けて確認しに来たんですよ。どうしたんですかっていう感じで、したら男性は手から血流してるわけですよ。したら大丈夫ですかって言ってこっちに向かってきたんですって、その近所の女性が。なんですけど、その近所の女性から見たら、目の前にいる女性は背中向けてるんで分かんないと思うんですけど、手に果物ナイフ持ってるんですよ。なんでここでもう一回干渉したらもう一回事件が起きると思って、大丈夫だから帰ってくださいって言って、心配して近寄ってくる女性を追い返そうとしたんですけども、どん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 大丈夫じゃないって言って近づいてきて、目の前の女性すり抜けて手持ってきたって言うんですよ。ってなって、で女性をこう後ろにいるわけですから、こうやって覗いたらもうさっきまで果物ナイフ持った女性もいなかったっていうんですね。だからと思って、いやもう大丈夫なんでって部屋戻ったんですけども、あれは生き量なんじゃないかとその男性が一瞬思ったんですよね。でも手怪我してますから物理干渉してるわけですよ、うん、で、当時の友人自体にもう一回連絡したら、いやもう普通に生活してるし、なんかそういうこう、まあ一時 SNS でこう連絡取ってなんとかコミュニケーション取ろうとしてたけども、そんなにやばい女の子じゃないと思うみたいな話を聞いてて、で結局原因は分からないという話なんですけども、いまだにちょっとこう傷の跡が残っているという。へえ、すごいね、はい、それは物理的にそうちょっと怖いですね。ドアを開けたりとか、はい、足音がしたりとか、はい、いやさっき言ったように夜間を沸かしたりとかするんですけども、物理的に人間に干渉することってなかなかない。怪我させるっていうのね。そうそうそう。ただよく考えてみたら、寝てる時に首絞めてくる例の話じゃないですか。まあ武器持ってたら怪我させてくるのかなとか僕は思ったりとか。確かに首絞めるのもある意味は物理的ではありますね。そうですよね。